はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。現在ズルトレーダーは FX 統一になっています。私のインジケーターが勝率がちょっと上がってきました。こちらなんですけども赤点はねこれ休みのサイクルですね。こうなってまして、休みの時間ですね。今の時間が10時で9時までね、朝4時から9時まで休みになってます。それでシグナルがこう出てですねこれは負けてるわけですね。これは勝ちですね。で勝率が74% 出てますね。このようにね、戦略方法はテクニカル分析表示されておりませんけれども、こうですね。こういうふうに、これ負け。ちょっとでもできますね。このように、分析されてます。で今のはユーロ GBP ですね。バイナリーオプションも FX もなんですけれども、このようにね、勝率の分かる、これ平均ピップスですね。この平均ピップスが34ピップスって出てるんだけど、これ負けだけど、ここからシグナル出てから判定までの幅ですねが34ピップスってことですね。で現在時刻は1時28分となってますけれども、日本時間は10時28分ですね。1時28分でバイナリーオプションでね、通常のね、テクニカル分析ございますね。ここら辺にいろいろあるわけです。アベレージとかね。で、オシレーターとかいろいろありますね。このボリンジャー。ね、こういうのあるんだけど。これだけ使ってね、分析しても勝てません。100% 勝てません。こんな原始的なね、このインジケーター使ってもね、稼げません。自分の、このようにね、自分でインジケーターを作る必要があります。で、ちょっと待ってね。ちょっとコーヒーが溢れたんで、ちょっと。はい、半間陽先生です。このようにね、これらのいろんなね、インジケーターありますけども、こういうのを使ってもね、いくらどんなこう使っても、これ見てね、出して、使ってもどれも稼げません。 100% 稼げないですね。このように自分でねインジケーターを開発する必要があります。これを見てみましょうか。
勝率 74%、 実質勝率 90% ね。ここにシグナル出てるわけですね。こうシグナル出てこう勝ちました。こっちがこっちがね、で勝率がこうですね。これは設定値ですね。で7日間分の勝見てみますね。これ1日分ね、1日始まってここからこう来たんですね。昨日1回シグナルが出るわけね。こうシグナルが勝ってますよ。平均利益って74ピップスですね、溜まってます。でこのようにしないのは、このようなね、このようなね、単純なインジケーターでは 100% 稼げないですね。使っても意味ないです。こういろんなインジケーターありますけど、どれ使っても通用しませんから、ね、全然勝てないですよ。 100% 勝てないです。いや、自作でね、このように作る必要があります。いけた。神経がちょっとやられてね。でこれ見てみましょうかね。今朝始まったばっかしな、ここから9時ですね。これだけだってですね。10時34分ですね。1時34分ですね。これはプロバイダーの時間ですね。違いますよ、時間がね。時間乗ってます。サーフでね、木曜日、これ木曜日もずれてるわけですね、時間帯が。でこのようにシグナルが出ますから、気をつけないといけないのはちょっと勝率悪いんですね。このようにね、シグナル作る必要があります。このインジケーターつくね、これは勝ち、勝ちでしょ。ね、いい具合でしょ。これも勝ってあるね。ね、こうですね。こういうことですね。で、注意することはこのようなね、インジケーター使ってもどれ使ったって。100% 稼げないです。指定のただのね、ただのインジケーター使っても どれ使っても勝てないです。 100% 勝てないです。
で戦略はね、各自でこういうふうに稼げる戦略をね、このシグナルをね考えるんですね。こうこのシグナルで勝ってでしょ、こうで、そういうのをこう勝ってるわけですね。これね、こう勝ってるわけね。これ休みのサイクルですね。で、平均ピップスね、を求める、勝率を求めるね、この全体で1週間7日間って書いてますよ。でシグナル出てから12個、このねラインスの12個後にね、判定させてるんですね。これ設定時ですね、基準ので、現在のこの勝率、投資数28、ね、平均ピップ数、ね、実数勝率は 79% です、このシグナルね。評価勝率ですね、こちらのね、実数は 79% です。で実際と評価勝率ね、 73% です。このようにね、あと人間の判断でやってるので騙されないことは、代表でテレパシーで仲間から教わってるかですね。教わってないと稼げませんね。コンピューター分析されてないと。で、コンピューター分析しないでただ自分の考えだけやってる人は全員知恵遅れでやってるんですね。で知恵遅れでやってるだけじゃなくて、仲間からテレパシーで情報をもらって稼いでる人はやってる。人間はね、一人では話したり聞いたりすることができない能力の生物です。代表になって大勢の仲間からね、脳波で話す内容を教わってないと話せないですね。人間は非常に頭が悪いです。だからコピーが得意なんですね。だから、YouTube なんか見てると分かると思うんだけど、全然意味ない話しかできないでしょ。で、代表が、から教わんないと喋れないんだけど、あれだけ人数が多いからもう話ができないから、ほとんどめちゃめちゃな話、意味ない話、雑音だけになってるんですね。だから簡単な話でね、旅行行った時の説明とかね、そんな程度しかできないんですね。でテクニカル分析でこのように分析できなければ稼げないですね。で、こちらのだからインディケーター、僕はインジケーターって言うんですけど、インディケーターですね。を開発するという、ね、勝率ね。で実質勝率ね、これ評価勝率ね、これ実質勝率ですね。で教えたかったのは、こういうインディケーターどれ使ったって稼げないです。何も意味ないです。
全部おもちゃです。全部おもちゃです。自分でこういうので稼げるのを作るわけですね。それをね、よく知っていただきたい。いや、こんなので普通のこういう分析のテクニカルを分析でね、投資してる人は知恵遅れです。こんなもん使ったって、どれ使っても稼げないです。こんなテクニカル分析、どれ使っても稼げないです。こういう市販の、こういうもの使って、どれ使っても損しちゃいます。こんな単純なもん使ったって。稼げないです。どれ使ってもね。ということを教えておきますね。だから、こういうのね、指定のものを使って、テクニカル分析使って、分析して、投資して、稼いでる人は、知恵遅れです。仲間から情報をもらってね、こうしてるだけですね。勝ってる人はね、代表になったりすると、みんなが教えるから、稼げるんですよ。だから、実数全体ではマイナスですから、稼ぎません。代表者だけですね。で、人間は話したり聞いたりするような読み書きもできないですね。読み書きもできませんし、どうして話してるかというと、人間って代表になってロボットみたいになって話してるんです。ちゃんと話せる。そういう時はバックの応援がいるんですね。頭のバックの応援がいるという。だから YouTube 見てわかりますでしょ。話が何もできない、できてないとこばっかりでしょ。無能の話しかやってないでしょ。それでアクセス稼ぐということで、汚職で稼いでる。全く雑音で話してるわけですよ。意味ない話なんだけど。ただ、アクセスが欲しいでしょ。お金が欲しいんでね。雑音で、ただ録画と撮っとかないと、お金入んないからって言って雑音でね入れてるだけで、それでお金稼いでる人がいっぱいいるんだけど、全員ね YouTuber みたいに出る人っていうのはさ、バックの仲間が応援できないんですよ。人数多すぎて。だから一部だけになるんですけどね。だから主に雑音で意味ない話見てもどんどん精神異常者みたいなのが出るんじゃなくて、気違いというかね、全く意味ない雑音出してると、有名なね YouTuber がね、内容全然聞くことはないで、雑音ただそれに仲間がアクセスしてあげてるんですね、雑音だから。話ができない人たちがほとんどです、YouTuber でね。それで、だから仕事何もやってないわけです。ただ、出てるだけ。録画撮って、ね、でたらめ録画撮って、それでアクセス、お食でもらってるわけですね。人間、話したり聞いたりできないから、それしかできないんですよ。代表になってね、仲間から教われば話せられるけど、YouTuber みたいに人数多いから教えられないでしょ、うん、だから無能の話が何もできてないとこばっかしなわけですね。 YouTube だからみんな汚職ですね。こういうのは、それと同じようにね、こういうインジケーター使ったってね、どれ使っても勝てませんね。インジケーター自分で作る必要があります。こういうインジケーター使ったって単純で稼げないということですね。
で、あと人間の考えで投資しちゃダメです。人間の考えで投資してる人はね、稼げてる人は仲間がいてテレパシーで情報を教えてあげてるんですね、ということを忘れないように。全員ね、で人間自身ちゃんと話してて来てもね、その本人はパークリンだから、ただロボットになって仲間から教わって話してるだけだから、その人本人は分かんないで話してるの、ね、ちゃんとした話してる人いるでしょ、たまにいるでしょ人間ってね。その本人はパークリンだから、人間は話したり聞いたり できない、全部転送ね、台本があるわけです。台本があったりとか ね本に書いてる通り言ったりとかね、バックでテレパシーでね、仲間は助けてあげてるだけ。だから話してる相手と接しても全然意味ない、人間 全体でね、それが知識の種になるわけですね。で、力にもなるわけですね。人間単独に話しちゃって全然、美人の女の子はいいけど、僕が好きなね、うん、男なんかあんなら全然ロボットだから、パークリンだからね。代表になって話してもらうだけ、それやってなかったらもうパークリンって全然ダメ。人間全員パークリンだから。義務教育もそれで卒業できちゃってる人は人間いないんですよ。みんなテレパシーのカンニング。カンニングを入れてないと、全部じゃないけど、小学校も卒業できないんだよ、人間は。無心になって勉強してるんだけど、まあ頑張るは頑張るんだけど、無心になるんですね、学校の勉強で。カンニングはできるようにテレパシーで無心になるんです。自分で覚えられないから、頭ないから。だからすごい手使うんです。これはね、私が若い時に自分で勉強してて、カンニングしないで、テレパシーでカンニングしないで自分で勉強した時に驚いたの。人間のテレパシーのカンニングの勉強。なんか、みんな頭悪いのに、なぜ、早いな、勉強が早いなと思ったんですよ。人間たちね。まあ、あれ早いんですよ。で、帰ってね、本を置いたり何もしてないの。そういうのが結構多いの。本と書いてね、毎日何時間勉強するんですよってね。ね。まあ、やってない人多いんですよ、何も。それでね、次の授業の時にちゃんと勉強されてる。はぁ、僕は朝方、小学校で朝5時まで家庭教師に習ったことあって。朝5時まで、小学校だよ。うちは東大3人卒業してますから、私はそれ以上勉強してるんだけど、東大じゃないですけどね。東京大学卒業してるんですよ、みんな。男はね。で、それ以上勉強してるんですよ、男はね、みんなね。で、私もそれ以上勉強してるんで。東大、あっち卒業してるのは3人ね。それ以外は東大以上の勉強で、やっぱり大学男は卒業してるんですね。で、小学校の時に朝方5時まで家庭教師の先生がついてくる勉強してました。ここは使用人が2人いましたからね、またね、24時間のね、使用人、僕専用の使用人がいましてね。で、人間、何も勉強しないで、
付けに向かってなかったんだよね。でなんで勉強できるかって言ったらテレパシーのカンニングだったんだよ。虫になってやった。まあ大変は大変だよそれはな。虫にならないといけないけど逆に頭を悪くするような感じだから機能低下だからね。携帯電話頭の中入れてね、あ学校の試験卒業するだけです。勉強は本人は全然やってない。カンニングテレパシー、それでみんな卒業してんの。小学校も義務教育も中学校までの義務教育も誰も言いやしない。博士号を取ってる人、ノーベル賞を取ってる人もみんなカンニング、勉強できる人誰もいないんです地球に。私しか。それでね、東京世田谷に住んでた時に世田谷高級住宅になったのは私が住んでたからね。著名人が、本物貴族が住んでたからね。なんですね。渋谷系とか六本木とか流行ったのは僕が生まれたとこだから、あそこは有名になったの。また僕は生まれたとこだからね。渋谷十字病院で生まれたの私は1958年10月17日ね。そういうことだ。それでこのね、インディケーター、僕はインディケーターって言うんだけど、このどれ使ったって勝てないです。 100% ね、勝てないです。どんどん損してきます、こんなもん使ったって。でこういうふうに自分でインディケーターを作る必要があります。これを作るには最低で理数系の大学を卒業する必要があります。プログラムは難しいです。それやってなければ作れないですね。理数系の大卒は卒業する必要があります。それをやってない人、また同等以上の勉強してない人は僕のところの方に勉強しないでください。無理ですから。まず学校行って社会人だったらもう一回今度頑張って大学に入り、また理数系に入学してください。途中からでも社会人でもたくさん大学に入り直してるんですよ。芸能人でもまたね、お金ができたんで大学に入ってそれで卒業してるんですね。そういう努力をしてください。要するにちゃんとね、仲間テレパシーでね教わってじゃないと投資して稼げない人ね、こういう簡単なインジケーター使っても投資して勝ってる人は、その単純でもね知恵遅れやってるんですけども、なぜその代表が勝ってるかってテレパシーで仲間で教わってるんですね。ということをよく気がついてください。仲間からテレパシーで教わってなきゃ勝てないんです。で教えてもらえなければ 100% こんなこういう単純なインジケーターだけで見てね投資して100% 稼ぎません、ね、おお、これが消えたんだけど GBP はあるでしょ。GBP USB 消えちゃったな。これ勝率あるから消えちゃったんだな。今これ勝率悪いんでね、左側消えちゃったのこれ。まあいいわ。その方がいいでしょう。ね。で、このようにはインディケーターを使ったって、どれ使ったって。バイナリーオプション FX では稼げません。
これ使って稼げてるっていうのはテレパシーで仲間から情報を教わって稼げてるだけ。人間話したり聞いたりすること単独ではできません。ロボットになって人間団体の仲間から、ね、テレパシーで頭借りて話すこと、話す、ね、ちゃんと 話せるときはね、ということですね。だからこういうふうにあのインジケーターね、私はインジケーターっていうんで、インディケーターじゃないです、インジケーターって、インディって、インディって意味はね、インディケーター、まああの表示させるようなねことで意味してるんで、私の発音はインディケーターじゃなくてインジケーターって言ってます。日本語的ですね、ということです。単純なインジケーターは稼げませんということね、ご説明いたしました。どうもありがとうございました。